アドリアンアドリアンスゾーンメチウスアドリアンアドリアンスゾーンメチウスはオランダの地理学者天文学者であるラテン語名メチウスはオランダ語の測定を意味するメテンに由来するホラント州アルクマールに生まれた父親も数学者のアドリアン・アンソニスであるフラネカー大学で自然科学を学んだライデン大学でスネルの下で学んだ後 デンマークのベーン島でしばらく、チコブラーへのもとで働いた。その後、ロストック、イエーナなどで働いた後アルクマールに戻り、父親と軍の仕事をする一方、フラネカーで数学を教えた。1598年に、フラネカー大学の非常勤の教授となり、1600年に、教授となり、1635年まで数学、公開術、測量法、軍事工学、 天文学を教えた。ラテン語を使わず、オランダ語での講義を行った。1603年からは学長に任じられた。先生術は認めなかったが、錬金術の研究には、多くの時間を割いて、賢者の石を探したと言われている。アストロラーベや測量についての多くの著書があり、エリスメッティカイジオメトリアプロクティーコやインスティテューションス、アストローナミッキージョバグラフィッキーやエリスメッティカ、 リーブリーデュオ、イジオメトリアリーブリーシックスなどの著書がある。オランダの画家、フェルメールの絵画、天文学者に描かれている本は、メチウスのインスティチューションス・アストローナミッキー、ジョバグラフィッキーである。天文観測器具を作り、ヤコブの杖の改良を行った。フェルメールの天文学者父親のアドリアン・アンソニスは1585年に、演習率の近似値として355。 113を求めた数学者でメチウスが後の著書で父親の発見を紹介したので355、113はメチウス数と呼ばれたことがあった。兄弟のヤコブ・メチウスは工学技術者で突レンズとウレンズを組み合わせて3から4倍の望遠鏡を作り、1608年10月に望遠鏡の特許を出願した人物である。ありがとうございます。